このカクテル作ったきっかけは、まあ、アイルランドの国のジェームソンのウイスキーなんで、ちょっとグリーンをモチーフとして考えて作りました。あと味は、まあ、トスイートっていうぐらいなんで、ちょっと甘めなんですけど、最後にジェームソンのウイスキーがしっかり残るように作ってみました。どうも、去年アイルランドに行った中村慎介です。今回自分の作るカクテルは、タフスイートというカクテルです。まずジェームソン30入れます。次にアプリコットを10入れます。そしてパインジュースを30入れます。今回ブラッシュアイスを使います。シェイクします。最後にミントの風。